実はアメリカ合衆国で放送されていたテレビドラマである。ミラーミルキスプロダクションとパラマウントテレビジョンの共同制作。1950年代のアメリカウィスコンシン州ミルウォーキーのジェファーソン高校を舞台にした青春コメディドラマ。主人公、リッチー、仲間のポッティー、ラルフ、レザージャケットがトレードマークの不良。 フォンジーたちの喜怒哀楽に満ちた日常を描く。ピンボールの設置されているジュークボックスカフェに集まってはロックンロールに夢中になる、当時のティーンエイジャーとその家族をコミカルに描写した作品である。1974年から1984年の10年間11シーズン255話が放送された。スピンオフとして、 ラバーンシャーリーが1976年から1983年まで放映された。カニンガム家の面々。左端の少年がリッチー。フォンジーカニンガム家の面々。ロンハワードとパッドも降りた。リッチーカニンガムエンロンハワード、吹き替え、竹尾里縛れ第1シーズンから第7シーズンまでの主人公。第7シーズンを最後に、 兵隊に行く形でレギュラーを離れた。第8シーズンでガールフレンドと結婚したことが電話で触れられた。また、最終シーズンにあたる第11シーズンのウェルカムホームでは、妻と息子を連れて再登場し、脚本の修行のために妻子と共にカリフォルニアへと向かった。後にパサージュにも登場し、ジョニーとチャチの結婚式に参加した。アーサー・ホンザレリ、エン。 ヘンリー・ウィンクラー、吹き替え、安原義人リッチーの友人である、不良少年。フォンジーという通称と彼の決め台詞である、シットン・イートの考案者は番組プロデューサーのボブ・ブランナーである。マリオン・カニンガム・エン、マリオン・ロス、吹き替え、カシー・クニコ・リッチーの母。ハワード・カニンガム・エン、トム・ボズリ、吹き替え、村越一郎・リッチーの父。カニングハム、 S ハードウェアという電気店を経営している。ジョーニー・カニンガムエン・エリン・モーラン・リッチーの妹。チャック・カニンガムエン・ギャバン・オハーリー・リッチーの2位。ウォーレン・ポッツィ、ウェーバーエン・アンソン・ウィリアムズ・リッチーの友人。ラルフ・マルフエン・ドニー・モスト・リッチーの友人。アーノルド・高橋・松尾・オパッド・モリタシーズン1からシーズン3まで登場した男性。 武術指導のアルバイトをしている。1975年から76年に放送されたシーズン3ではドライブインを経営していた。アルデル・ペッキオ・エン、アルモリなど第4シーズンから第10シーズンに登場した男性でアーノルドのドライブインを継いだ。チャチの母と再婚し、フォンジーの義理のおじになった。チャチ・アルコーラ、エン、スコット・バイオ・フォンジーのいとこで、 アルデルベッキオの義理の息子、レザー・トスカデロ、エン、スージー・クアトロモと不良少女であるミュージシャン、ピンキー・トスカデロ、エン、ロズ・ケリー・フォンジーのガールフレンドで、レザーの妹。日本では、まず1978年1月7日から同年9月26日まで、東京12チャンネルで、全米人気ナンバーワン、青春ロック、ハッピーデイズと題して放送。その後、 2002年3月28日から2003年1月20日及び2004年10月にスーパー、ドラマ TV で表題通りのタイトルで放送された。いずれも日本標準時、東京12チャンネルでの放送時間。以下は、スーパー、ドラマ TV での放送時に付けられていた放題。キッスだけしか許さない羽目を外した報いは、 辛いレモンのキッソポンコツで、大人の夜を覗いてみたら、いくら親友でもそこまではこってり油を絞られて、ロックでデートは、大混乱デーモンマークに取り憑かれ思い、思われ、振り振られ、デートの相手は、聖高のポポーカーはおとぼけ先方で、相手の気持ちは、ままならぬ僕は僕の道を行く。その時、スケットが現れた差別。 偏見なにするものぞ取り越し苦労もほどほどに裸の美女との世は老けてた別れのキスはマイカーで監視の目ほど辛いことはない甘いキスもままならぬキスで治るか心の病気美人スターとホテルでデート人気家業も楽じゃない親子で一見は違っていてもハムレットも真っ青美男子の心はままならぬ四面楚歌のロックンロール濡れてで泡と思ったが 班長さんは辛いお化け屋敷の大パーティーキッスで、病気になった。人の女に手を出した羽目を外したばっかりに、イブの最終バスは発射して、病気の見舞いに陳脚が、熱つつ寝つつキッスは、星の下特殊を取っては見たが、ガールハントで裸にされて。ありがとうございます。